父は元サッカー日本代表長澤和明で母は元モデルだった長澤まさみは、子供の頃は同世代よりおじさんやおばさんの方が仲が良かった。中学3年の時本格的に芸能活動を始めるため転校することになった長澤まさみは、転校先で女優が来るため、天使が来るとざわつかれていた。高校生で焼き物に挑戦し出来上がった皿を文化祭で展示した長澤まさみは、ファンと思われる人に皿を盗まれた。役者魂の強い長澤まさみは、金八先生の息子役が坊主にすると聞き自ら坊主役を申し出た。対抗意識から坊主にした堀越高校に通う長澤まさみは、坊主で通学するわけにはいかないのでカツラをかぶって登校していた。面白い人間のまま年を重ねたいという長澤まさみは、周りを幸せな気分にさせる柔らかい人が好き。顔芸がすごいと思う女優ランキングで長澤まさみは、2位を獲得した。